同所属トワハーシェルとスタッフ一同参上しました。おお、よく来てくれたな。今開けるから入ってちょうだい。そちらの人は間違いなく例の方ですよね。ま、そうだね。隠居生活が板についてるみたいだけど。トワさんにフィーさんはお久しぶり。それ以外は初めましてかしら。 CID 室長キリカ・ローランよ。どうも。お噂は金がね。はじめましてだな。ゼリカから聞いてた以上の美貌と切れ味みたいだが。それはありがとう。アンゼリカとは3年前に会ったきりね。あの子が大陸一周をした帰りに挨拶に寄ってくれた時だったかしら。そうみたいですね。それとご無沙汰しておりますロックスミス元大統領閣下。千の陽炎締結の場以来ですから、やっぱり3年近くぶりでしょうか。ははは、リン君、トワ君、クロウ君にアルティナ君も久しぶりだ。フィー君は去年首都での異変で少しばかり話をさせてもらったが。そうだね、その説はどうも。しかしトワ君とはそのさらに2年前からの面識となるんだったか。西ゼムリア通商会議、オリバルト殿下の随伴としてクロスベルに来た時以来だったな。懐かしいですね。まだ私も学生でしたけれど、閣下には恐れ多くも一度共和国に留学に来てみないかとお誘いいただきましたね。で、そうだったのかよ。他国の士官学校の学生をそのような場所で勧誘。ははは、東方系の血も引いていると聞いておったからな。支援家も含めダメ元でいろいろ声をかけさせてもらったのだよ。やっぱりタヌキみたいだね。まあ、かくいう私も閣下には口説き落とされてしまった口だけど。ともあれ、ご挨拶をするのに触りがないようで安心しました。やはりキリカ室長は CID や大統領方面の動きとは別に。ええ、期間限定の特別任務として閣下の護衛を引き受けたくらいだしね。逆に言えば私以外の全 CID 職員は今日の計画のためにフル稼働しているわ。それは大統領府とあのメガネ補佐官の仕切りでってことか。ちなみにバーゼルでキンケイド君とやり合ったそうだけど心配はいらないわ。君たちは未だ準国賓、問答無用での拘束はありえないから。今日以降の想定外の事態について帝国にも協力を打診している状況だしね。想定外の事態、そこまでは初耳だね。 CID のコントロールみたいだけど。なるほど、紹介したいというのはそのあたりを兼ねてということですか。おお、さすがは剣聖だ。白金の姫にも負けておらぬな。おいおい、いつの間に。ご無沙汰しておりますな。わざわざのご足労、痛み入りますよ。主には現職の頃からどうにも煙たがられていたようだが、わざわざの招待感謝する。飛燕工事も大義であったな。恐縮です。普段からこうしてお話しさせていただけると幸いではありますが。違いない、水も油も人に欠かせぬ意味でな。この方もしかしなくても。会ったことはなかったけど、
各方面で耳にしている人だね。ヘイゆえルー家の長老を務める義援ルーというものだ。先ほど顔は合わせたが、改めて見知りおき願おうか。エレボニア帝国トールズの面々よ。だったらわざわざこちらに来た甲斐があったな。どいつが絡んでようが、俺は好きなようにやるだけだが。え、で、ジン？それにあんたは定常で立ちふさがりやがった。失礼します、閣下に義援老。
不動に痩せ狼、春の剣の後始末以来になるか。私の方は年末ぶりだが、失礼するなど言わないでくれたまえ。もとよりこの道場は君たちのもの、私は間借りしているに過ぎないからね。いやいや、そうはならんでしょう。ええ、すでに権利も手放していますし。しかし二人揃って参上するなんて、相変わらず仲がいいわね。言うな言うな。駅前で出くわした時は心底うんざりさせられたからな。こちらのセリフだろうが、しかしあんま変わってねえな。俺も2年ぶりくらいか。私は一応毎年来させてもらってるけどね。タイト流か。12年前に宗家が亡くなった時からの因縁らしいが。あんちゃんからも少し聞いたね。いろいろと複雑みたいだけど。うん、でもこの場所にこの3人が揃うってことは。てなわけで、リン、フィ、トア女子にクロウ、アルティナ嬢ちゃんも一応ギルドとしても真実を見極めるっていう名目で来ていてな。果たし合いへの道行き、及ばずながら力にならせてもらうぜ。ああ、いいんですか？こちらは願ってもありませんが。ま、いいんじゃない。室長さんとも話がついてるみたいだし、エレインが首都を離れた状態でってことは、助っ人も来てくれたんだよね。なあ、去年のオラシオンの時に続いてな。今回ばかりは約束させられちまったが、この件が片付いたら正式に受けると。あ、そっか。まあ遅すぎるくらいでしょうけど。純S級に縮こまってた野郎がついに観念したってわけか。いいじゃねえか、それでこそぶちのめしがいがあるってもんだぜ。どんなランクにいようがお前に遅れを取るつもりはないがな。話には聞いてたが、ギルド非公式の S 級かよ。実力はもちろん十分以上に実績も積まれていると伺っていますし。さて、現時点で4人いるが、どの面々も大した器だからな。特に助っ人エヴァンス総本部長はカシウスの旦那の先輩にも当たる人物だ。カシウス死刑の、そうだったんですか。遊撃士協会総本部長アーノルド・エヴァンスさん、50代半ばの方という情報だけは聞いていましたが。うん、ダンディーな紳士で器も大きくて、それでいてめちゃくちゃ強い人だね。 NGO 方面もいろいろとお世話になっている方みたいですけど。まあカシウスさんが引退するのを一番引き止めてた人でもあるわね。ご機嫌な剣術を使うそうじゃねえか。いずれ手合わせ願いたいもんだが、ま、俺は俺で結社のオーダー、剣を突き立てる計画を間近で眺めるだけだ。てめえらとつるむつもりはねえが、めったにない獲物とは遊ばせてもらうぜ。不甲斐ない立ちさばきを見せたら横から本命を食らわせてもらうがな。そうならないよう力を尽くさせてもらいますよ。灰の牽制の名、主と己自身に証明するためにも。上等だ。たく、あいつから聞いてたが、まあ助っ人としては文句なしか。これでようやく最低限の見込みは立ったようだな。参道に出られるのは正午から。
くれぐれも気をつけて向かいたまえ。私は町からあまり離れられないけど、連絡などのバックアップは任せてもらうわ。生まれ故郷近くでの勝手な計画、元より気に食わなかったのは確かだしね。はは、違いない。とっくに捨てた場所とはいえ、土足で踏み荒らしやがった例くらいしねえとな。まあ、頼もしくて何より。それでは皆さん、どうかよろしくお願いします。ロックスミス閣下も、いろいろとありがとうございました。